はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はマンスリーマセキクエスト、こちらのクエストに挑んでいきたいと思います。はい、前回のマンスリーマセキクエストに関してはね、ちょっと撮るのが遅くてですね、だいぶ遅かったよね。はい、なので僕が動画アップした時点では、まあ大体の人がクリアしていたとような状況だったので、まあ今回早めに撮ろうかなと思いますね。で、前回マセキクエスト3つだったような気がするんだけど、なんか増えてない？なんか報酬がね、全部1個ずつになったのかな、なんか1つ増えたような気がするんだけど、気のせいかな。はい、まあいいか、とりあえずね、ちょっと長くなっちゃったんですね、5個になったということで。はい、なので、最初の3つは、ダイジェストというか、デッキの編成例だけお見せして、あとの4番と5番だけやっていこうかなと。まあ、時間の都合もあるので、はい。って感じですかね。はい。ということで、まあ、とりあえず最初からいきます。で、マンスリーマセキクエストの何が辛いって、パートナーが使えなくて、で、さらにね、キーブレードも固定されちゃうってとこがね、かなりきついところだと思うんですけど、僕も僕で、すべての、キーブレード育てているわけでは全然ないので、まあ弱いです。はい。デザイアランプはね、前なんだっけな、なぜかデザイアランプ育ててたんだけど、そう、32なので、まあ、そこそこ上がってはいるもののね、最近ね、フェアリースターだったりとか、あと、まあ、新しめの方のキーブレードですね、プラウドでもらえるやつとか、あの辺の倍率と比べちゃうとまあ弱いので、ランプもね。はい、って感じで、とりあえず最初のクエストはこんな感じのデッキで勝てます。はい、こんな感じ。まあ、これはもちろん追撃とか覚醒等は一切なしですね。で、あと復刻メダルのみといった構成で作ってありますけど、はい、こんな感じで全然勝てるので、皆さんぜひお試しあれというような感じですね。カイリー X を軸に、まあ、コピーしていくと。はい、で、多分ね、これぐらいのレベルであればね、まだ耐久は可能だと思うんですけど、うん、一応耐久自体はまだ鉄巨人ならできるとは思うんですけども、ね、ここかな、 4番と5番は少なくともね、耐久は不可能ですね。いろいろまあやりましたけど、まあ無理だ。4番にデブがいる、まあそれ後でいいか、後でまあやりながら話しますけど、まあ、4番と5番は無理です、少なくとも。3番まではどうかなって気がするんですけど、まあできることなら2ターンか3ターン以内に、まあ、倒しちゃった方が理想ではありますね。はい、で、2番がですね、ロックスプレンダーか。こんな感じです。で、まあ、なんとなくですけど、出荷金メダルのこのソラフレンズトゥーンを入れてありますね、これ。光バフと、あと攻撃カウントプラス1とかついてるんで、はい、ソラフレンズトゥーンも使ってます。こんな、まあ、ね、編成難易度としてはものすごく低い。こんな編成でも勝てます。ロックスプレンダープラス25ですけど、はい。こんな感じで勝てました。ってところと、あと3つ目ですね。こちらが、これだ。はい。まあ、基本的なね、編成と、形としては一緒だね、全部。帰りでコピーメダルで挟んであげると。で、後ろに、まあ、攻撃メダルを詰めると。で、ラストリゾートについては5枠目がね、リバースメダルなんで、まあ、光バフ自体は乗らないんですけど、まあ、うん。とりあえずね、最終形態しか他に入れるものがなかったっていうね。はい、で、最後にネクというような感じですね。で、最終形態と、テラ 0.2 を使うことによってですね、後ろの最後の5枠目の6枠目か、ネクのね、最大倍率が出ると、消費したアビリティゲージ数によって技の威力アップなので、うん、僕にしてあげる。あ、よくよく見たら最終形態アビゼロついてんじゃん。アビゼロついてた。確か7か8以上じゃないと最大倍率にならないので、テラ 0.2 の6、消費ゲージ6だけじゃ多分最大倍率になってないわ。なってないわ。そういう時ね、ちょっとやっぱネクはね、そういうところでちょっと使いにくさというか、ところ出てくるんで、うん、逆にね、アビゼロつけずに普通に、ノーマルのアタック XL だったり、アタック XL2 つけるなりっていうところが、まあ、場合によっては必要になってくると。
ちょっと使い方難しいね。はい。で、ところで3番は、はい、こんな感じの編成でクリアできると。で、問題はこっからですね、こっからですね、クリアできないとかっていう声が、まあ、ちらほら、聞こえてくる。パテ面の中でも、まあ、一番難しいのは 5ですけど、うん。4番あたりからちょっと難しいかな。ここがね、もう耐久不可能なんだよね。完全に。デブがね、ボスにいるデブが攻撃力高すぎて、防御バフ、属性防御バフとか、攻撃力下げようが何しようが耐えられないっていうレベルの火力持ってるんで、まあ無理でした。いろいろやったけど。というところで、まあ諦めて、まあ、3ターンキルかな。3ターンキルで倒すような方向で、まあ、シフトしていくと。って感じでこんな感じになりましたけど、ペットランクは5でいけるかな。最低多分5は欲しいと思うんですよ。このね、編成難易度低めのデッキでいくと。全部復刻メダルっていう編成でいくとね。最低でもペットランク5は欲しくて、3ターンキルを狙っていくと。EX メダルとか他にもね、カイリー X 以外にも持ってる方だったら2ターンキルいけるでしょうけど、うん、まあ、3ターンキルが一番無難なので、HP リカバリーとラストリーブを踏まえた3ターンキルで臨んでいくというような感じですね。で、ちょっとね、全体攻撃、後ろの3枚が全体攻撃だと、ちょっと最後ボスでね、火力が足らなかったので、G に、単体の超高火力メドルを入れることによって火力不足をまあ解消していくと。で、道中に関しても、まあ全然火力的には足りるんで大丈夫です。ボスがね、結局1万 HP 高いんで。このフェリーリーバーがね、本当に厄介で、HP 回復までしてくるんですよね。はい。そこも運ゲーになっちゃうかな。HP 回復が多分ね、どのタイミングでやってくるかわかんないんだけど、HP 回復を2回された時点でもうリタイアしかない。HP 削れないっていう。回復する量がめちゃめちゃ多いんだよね。はい。これね、ローズの5枠目はリバース枠なんですけど、あえてのアップライトのソラファイナルフォームを入れてます。光バフが乗らないっていうのもあるし、で、あと光バフも1段階アップついてるんで、まあ後続のテラ 0.2 の威力を上げるためにもファイナルフォームを入れてるといった感じですかね。で、最近の復刻メダルの中では、まあ、結構強い方のメダルにはなってくるので、まあまだね、マンスリーマスギークエストがこの間のね、長ったらしいクエみたいなレベルの長さではないので、そこだけはまあ助かったところではあるけど、クリティカルクエストか。クリティカルは本当に長かったからね。長いし難易度も高いし、まあこっちも難易度高いんだけど、難易度高いですよ今回も。クリティカルの方がそれはね、リバース吸収されるんで、そっちの方が難易度高いですけど、こっちはこっちで5番目の難易度がやばい、やばいね。あれは。耐久できねえし、耐久できねえ火力で、あれはちょっと、一体どれぐらいの人があれ勝てるんだろうなって思った。あれ無課金、完全無課金の人で、あの5番ね、勝てた人は本当にすごいと思う。すごい運がいい人だと思う。あれ手持ちがよほど良くないと多分勝てないと思うんだよな。やってみた感じ、手持ちというか運、いろんな意味で運が良くないとあれ勝てないと思うんだよね。まあ HP リカバリー、もうなんか HP リカバリーまで前提になってきてるところあるんで、最近の高難易度クエスト
本当に難易度上がったね。はい、ということでボスなんですけど、この左のデブがね、左のデブの火力がまあ高い。いつでもそばにいること忘れないで。私はいつでもそばにいること忘れないで。HP 的にはね、フェリーリーバーの HP がまあバカみたいに高いんで、ひたすら、グレイブジーニーに関してはフェリーリーバーひたすら狙っていく感じですかね。この鎌の攻撃はね、いいんですよ。あの回復ないんで、なんか命吸われるみたいなモーションの攻撃、あれで HP 吸収されるんだね。ドレインなんだよね。いつでもそばにいること、エナジードレインですよ。忘れないで、私がいつでもそばにいること。さあどうかな。あ、そうそう、これこれこれ、この HP 吸われた。今もうゲ HP ゲージ350とか400ぐらい吸われたかな。こんだけ吸われるんで、実質 HP めちゃめちゃ高いんですよね、フェリーリーバー。私がいつでもそばにいること、はい、この HP 吸われる攻撃何度でもやってくるんで、マジで火力がないととてもじゃないけど倒せないというやつなんですね。いけるかな。お、結構ギリギリ、はい、といった感じですかね。これこの編成で結構ギリギリっていうイメージでしたね。まあアタックエクセル2とかつけてないんで、まあ火力の伸びしろまだ全然あるんですけど、あとそうだな、キーブレード強化とかね、強化状態にも寄ってくるし、であとバーストとかもね、バーストも使ってませんけど、バーストでまあ多少の差しにはなるかなというところもあって、はい、という感じで、これがね、これでも結構そこそこギリギリ3ターンで削れるかなというような編成でしたね。うん、難易度高いわ。で最後ここがね一番高いんですけど、ほんと雲ね、数あるレイドの中でも雲がね本当にきつい。でこれ編成というか、あの勝ち方としては、編成というより勝ち方が2パターンあるんですね。まずはこのね、もう超ゴリゴリの EX メダルガン積みの、さらに追撃メダル込みの超ガチガチの編成でいくか、ガチガチの編成でいて2ターンキルするか、2ターンキルしてしまうか、もしくは睡眠耐性をつけたメダルを入れて3ターン切る。このね、どっちかだと思う。そうだね、これもね、またしても耐久無理なんですよ。耐久、そうだね、無理だね。こいつらの火力だと。なので、まあ、先ほど言ったそのどれかになるとなってくると思う。3体同時に出てくるんで、で、カウントも全員だっけな、全員あったような気がするんで、ちょっと耐久でも無理かなというところもあってですね、そう、ガチガチの編成で2ターンキルするか、もしくは睡眠耐性をつけたメダルを入れて3ターンキル、このどれかになってくると。はい、とりあえず、これね、僕のこのデッキ、例えばですけど、例えばね、このナミネにまず睡眠耐性1つついてて、で、このボンドにも睡眠耐性1つついてる。これで 40% アップ。で、ソラ 0.2 かな。で、これも睡眠耐性ついてて、ここで、60% アップ。で、最後のこの獅子王の方向、これにも睡眠耐性 40% ついてるんで、まあ、これでもう 100% なるわけですよ、睡眠耐性が。絶対僕は眠くならないっていう状態なので、はい、試験勉強にもね、徹夜にも対応できるといったデッキになってるんですけど、そう。ただ、徹夜性の 100% じゃなくても、80% ぐらいの徹夜性能あれば、まあ、運命力 80% もなくても大丈夫か、 40% か 60% くらいあれば、まあまあ、皆さんのね、受験を合格するんだっていう強い気持ちがあれば、夜も乗り切れると思うんで、
多分大丈夫だと思うんですけど、僕は一体何の話をしてるのかちょっと分かんなくなってきちゃいますけど、うん、そう、徹夜性能が 40% とか 60% ぐらいあれば、まあまあ運命力でね、まあ何回で、確か今今週か、今週までスタミナゼロなので、消費 AP がゼロなので、まあ何回でも挑戦できるとは思うので、はい、徹夜性能にかけるかってところですかね。うん、ちょっとね、あとスターライトの倍率が超低い、ビビったもんこれこんなに低かったっけと思ってビビった。プラス25だからね、言ってもプラス25のキーブレードでレベル1200のハードレスで戦うのはさすがにちょっときついかなっていう、キーブレードの限界を感じましたけど、うん、まあ一応やってみるか、これでやってみるか。例えばですけどね、これ確かね勝てなかったんだよね、敵が雲1体か2匹ぐらい残ったかなぐらいで負けちゃったんですけど、これね3ターンかけて倒すっていう編成なので、うん、一応やりましょう。てかこいつ今気づいたけど、ベインスパイダーなんだ、ペインスパイダーだと思ってた、ずっと。はい、このようにね全員カウントがあるんで、忘れないで私がいつでもそばにいること、忘れないで私がいつでもそばにいること。なので、まあカウントもね、忘れないで、できるだけ増やしてカウント攻撃をされないような編成にもしないとならないっていうハードルもあるのか。はい、カウンターで死んだら元も子もないですからね、3ターンというよりその前に死んじゃったら意味ないですからね。で、そう睡眠耐性は一応つけてきてはいるものの、ね、麻痺攻撃まであるんですよねこいつら。なので麻痺で飛ばされないお祈りもしなければならないと。はい、徹夜耐性に加えてさらにね金縛り耐性までつけないといけないっていうところがあるので、いやー受験って難しいんだねマジで、受験って大変だね。一応ねベイン、赤いベインスパイダーが一番弱いんだよね、マジックの HP がなんかやけに高いんだよね青いやつ。お、運よく麻痺にならなかった。今完全に運命力でね金縛りを回避しましたよ。私がいつでもそばにいること、忘れないで私がいつでもそばにいること。これでどうだ、この獅子王の方向で、まあ一体は倒せるよね。あーちょっと残るわ。はい、この感じなんですよ、このデッキでマジックの HP がプラス328残ってるんで、もうちょい削り力があるデッキじゃダメとね、これで勝てないんです。今までのねクエストならこのデッキでも多分勝てたと思うんですけど、さすがにスターライトプラス25はなめぷか。ただこれがねスターライトプラス35だったらもしかしたら多分いけてたかもしれないよね。プラス35だったら多分最後の枠が確か 2.8 とかなるので、僕の記憶が正しければで、4枠目が 2.6 とか 2.7 とかそのぐらいの倍率になってくるので、うん、またさっきみたいな状況とはまた違ってくるかもしれませんけど、とりあえずこれはね、まあ、火力の目安というか、まあ、こんなデッキでも328残ってるんだよっていうところがねあるので、まあ、これを参考に皆さんぜひやってほしいところではありますね。でちなみにですけど、一瞬チラッと見せたこちらのねガチガチの EX メダル込みのデッキでやってみましょう。これだとどうなるかというところですね。ただねこれでもねやっぱキーブレード倍率低いんだなって思った。なんかねいつもなら こんなガチガチのデッキなのさすがにもう余裕っしょと思ってたんですけど、まあそうでもなくて結構ギリギリっていう、あペットランク5ですけど、どんなに離れていてもいつか必ず我が名はマスターアクア。
で、ここで睡眠食らおうが麻痺食らおうが S なんで回復できるんで、見た目までは何の問題もないんですね。見た目まではまず負ける要素はないと。あとは火力の問題。私がいつでもそばにいること忘れないで。私がいつでもそばにいること。どんなに離れていてもいつか必ず。ビッグ EX がねそんなにアビリティバイアス高くないので、はい、といったような感じで、まあね、そこそこのガチデッキで挑むとこんな感じで2ターンで倒せるとことができるので、まあどちらかですね。ここは皆さんの手持ちによりますが、いや難しいわ。最後はここのクエストを完全無課金の人でクリアするのは相当まあ手だれ運がいいなと思うよ。本当に運がいい人しか多分ここ勝てないと思う。もうそういうレベルになっちゃったんだね。いつしかこのゲームも。このゲームもっていうか、まあ最初の実装当初のハデスカップとか、あとなんだっけ、モーグリオブグローリーのクエストか、あれはね、当初は本当にイラストラがないとクリアできないっていう難易度だったんで、まあそれ考えると、まあ昔に戻ったのかっていうだけなんですけど、要は久しく忘れていた感覚でちょっと戸惑いの声がある人も いると思いますけど、よくよく考えたらそうだね。モーグリオブグローリー最初勝てなかったじゃんっていう。僕勝てなかったもんな最初。そうイラソラゲーじゃんみたいな時があって、実装当初はね、本当にイラソラ持ってないと、まあ、人権なかったっていうか、まあ、今でいうカイリー X みたいな存在だったんだよね、イラソラが。今もう復刻すらされなくなったけど。まあ、そうだね。時代がまた一巡したっていうことか。はい、というような感じで、まあ、こちらの編成で、まあ、ちょっとギリギリ勝てないと。いったところなので、もうちょいキーブレード倍率を上げるか、スキルを全部アタックエクセル2にするか。とか、あとペットランクを上げるかとか、そうだね、EX メダルを使うかとか、まあいろいろ、まあ火力の底上げ方法はあると思うので、まあこの辺はね、僕のこのあくまで、まあ編成例の参考なので、この辺をね、ぜひ参考にしてもらってですね、まあやってみてもらいたいなと思います。方法としては、まあ、睡眠耐性があると、まあ結構安定すると。睡眠食らった時点で、次のターン4ターン、4枚か。4枚分飛ばされるのかな。飛ばされちゃうともう絶望的なので、火力も落ちるし、で前の方にカリエクスとかねバフ入れてる状態だとバフがない状態で戦うしかなくなっちゃうので、まあ、まず勝てないと。なのでまず睡眠耐性も必要になってくるかなってところでね、これほんと極悪だわこいつ。マジで極悪。はい、なので、ここで睡眠耐性が、まあ、生きてきたというところですかね。まあ、コピーメダルに睡眠耐性ついてると結構使える場面も、まあ、実はあったんだなってところで、これもあえてね、地上エネミー、これもともとは追撃かなんかつけようとして、こんな感じのメダルになったんだと思うんですけど、そう、睡眠耐性は一応どっかで使えるかもしれないから、残しとこうってところで、残しておいたんですね、これが。状態異常の中で睡眠が一番やっぱり優秀かなと思って。はい。で、こういうところで生きてくるっていう。ね。怖いね。こういうところで生きてくるんですよ。このね、シオン EX の時の負の遺産のこのシシオンの方向も、はい。この、作っといてよかったなって。まあ、勝ててはないけど、こういう戦いの時に必要なんだなっていうね、ところがあって、はい。ですかね。そう、空 0.2 もこんな感じで、副産物、やっぱ睡眠耐性、僕の性格からして残してるんですね、睡眠耐性は。はい。このね、この波根にしてもそう。睡眠耐性は残してあると。いったところで、まあ、そうそう、睡眠耐性ね、動けなくなるのが一番きついんで、麻痺は運だけど、運で動けたりするけど、睡眠はもう完全に飛ばされるので、一番えぐいよね。で、麻痺はね、状態異常回復とかで治療できるんであれですけど、そう。睡眠って直せもしないし、強制スキップだしってところで極悪なんですよ、やっぱり。はい。といった感じですかね。まあ、運命力で、ね、徹夜性能で乗り切るか、己のね、運命力で戦うか、それとも、己の、課金デッキで戦うか、っていう、まあ、
そういうところですね、今回のクエストに関しては。これ本当にちょっと皆さんの参考になってるのがちょっと不安になってきたところあるんですけど、まあとりあえずこんな感じです。で、そうそう、一番大事なこと言ってなかった。まだね、これ始まってまだ5日とかその辺なので、あれがあるんですよ、ブースト。はい、ブーストがあるんで、まあそんなにまだ焦る慌てるような時間じゃないっていうか、これね、獅子王の方向もギルトあブーストでプラス 40% されてるんで、はい、まだ慌てるような時間じゃないと。勝てなくても、まあいつか今月中にどんどんブーストをねゲットしていってですよ、ゲットしていって、ね、強くなったデッキで挑むっていうことも全然ありだと思うので、今勝てなくても、まあ、月末にね、また新しい EX とかも出ると思うんで、そちらを使って、まあ、ゲットしたらそちらで、まあ、この雲どもをね、思い知らせてやるっていうね、方法でも全然いいと思うんで、まあ、まだ勝てなくても慌てるような時間じゃないっていうことだけは言っておきます。まだね、まだあと25日もあるんで、まあ、その間、ゆっくりね、デッキを強化してから、まあ、挑めばいいんじゃないかなというところですかね。はい。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。